ポテトヘッドでストライクを取ります。 前回登板で6回と3分の1を投げています。ですから次アウトを取りますと自身来日最長イニングということになります。7回の裏、これもボールがヘッドしています。フランコ・バルグリス連続三振級のアウト。あの真っ直ぐに、そして変化球に、しかもこの落ちるボール。 自身最長イニングに入ってきました。今日は球数を見ましても、どうでしょう、完投ペースということが言えるかもしれません。完投完封ペースで来ているキース。そのキースから前の打席、ツーベースを放っている松本剛。明日はカープは大瀬良が先発。 マクニングレーナー、モスクワスが先発予定です。2割9分7厘、37打数の11安打、前の打席ツーベースを放っています。センターへグラブをはじいて菊池ストライク。 ピクチック、ストで拾って素晴らしい送球でした。ものすごい身体能力。この反応、この回ベイスターズは得点なし。7回までゲームは終了、6対0です。 ベイビーアガーデンステージに向かって日帰りのテントでのスクラッチカードを販売しています。オフィシャルチームのリアルのメンバーが元気にご案内をしてくれていますが、こちら豪華賞品が当たります。外れもありません。参加賞でもチケットの1000円割引クーポンとしてお使いいただけるほか、 DeNA ベイスターズの試合の3位に野球グッズ、 有名テーマパークの入場券や映画鑑賞券など豪華商品をご用意しています。スクラッチカード1枚500円ですが、外れはないくじになっていますので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。この後は8回の表広島東洋カープの攻撃に入ります。 上大原が上がっています。先発久典、その後万谷加賀林大原と繋いでいます。9月に入ってからはこの大原も最初の登板です。こちらがベイスターズベンチ、いよいよ戦いは9月に入ってきました。月別の横浜キーベイベイスターズの数字を見ますと、 3月が2試合1勝1敗、4月6勝17敗、ただそれ以降は5割以上です。5月が13勝12敗、6月9勝9敗、5分の数字でした。7月が10勝8敗に分け、8月14勝10敗、9月はここまで1勝2敗です。 山本からの打順、最初の打席は代打起用三振でした。その後守りはファーストに入っています。5人目の大原。
インスが自身最長7回を投げ終えています。ゲームは8回、6回でカープがリードしています。今日からスタートした3連戦の初戦、ここまでカープが6点リード。タイミングがありません。最近5試合は3勝2敗、最近10試合は6勝4敗という横浜 DeNA ベイスターズ。ヒースがバットとグローブを持ってベンチの裏に下がりそうです。打ち上げた横浜の夜空に打球が上がっています。グリエル、ワンアウト。ヒースがベンチの奥に帰っていきます。今日は投げる方では7回を投げて無失点、しかも来日初ヒット、タイムリーヒットも記録したヒースが今お役御免と言わんばかりにバットとグローブを持ってベンチの裏に下がっています。ワンアウトで田中、前の打席ヒットを打っています。初球を叩いた外側のボールレフトへ運んでいます。この回から大原がマウンド、横浜スタジアムこの時間になってようやく風が心地よくなってきました。今日は日中気温も上がって湿気を含んだ生暖かい風が多かったんですが、これはセンターへ抜けていきます。ここはセンターへ返していきました。どうだ田中、最後はどうでしょう、片手1本でセンターへ弾き返していきました。チームこれが2桁10本目のヒット。最後は右手1本で払ってセンターへ返しています。今日2本目のヒットです。ワンアウトランナーが1塁。もうこの田中がショートのポジションをガッチリと掴んだ感があります。元気の田中康介、そして石原、ここは送りバントの構えです。アルビリスが前に来る、ランナースタートを切った、ここで盗塁で仕掛けてきたが、セーフだセーフだ、取る成功。送りバントの構えのバッターは走りましたが、スティールです。田中が打って走って盗塁成功。黒羽のセカンド送球もいいボール行ったんですが、足が速かったが、この田中の盗塁、足が速く入っていたでしょうか。バットは止まっています。鈴木誠也がネクストバットを振っています。この後ヒースの打順です。その前に石原、8回のカープの攻撃です。低め、黒羽止めています。時計の針は8時半を回っています。